どうもこまるでですーですきたろじゃあ今日も「ニジプロツ2パート2」第7話の感想延長戦についいててやっていきます、まあ昨日ね『あのデイデイの感想も出したんだけどやっぱちょっとなんか話足りないよねみたいないやそうなんよもうやっぱ話的にも佳境だしなんかいろいろあるじゃんやっぱもしかしたら来週中にはもうさ脱落も分かったりとか。 いやどうするもうってか終わる。やばいね。なんかさ、どういう流れだっけと思ってさ、次の Hulu が。なんかさ、その2時1の方でさ、流れ調べたんだけど、まあ全部、もちろん全部同じじゃないと思うけどさ、2時1の時は、あの7話放送がさ、1ステージしかやってなくて、で、8話で残りの2ステージやって、まあ、その脱落か、 順位とかなんか多分あったんだと思うんだけどってことはフ u l さやっぱりさ冒頭でまあ、ハイライトにも出とったけどさサッカーやって <laughs> お話聞いて、うん、でハルクンチームぐらいまでなんかなと思ってるよねそっか確かにフ u l は第6話で全部運動会とか体育大会だったからそうねハルくんチームってさデイディーではもう先週やってるもんねそうなんようんうんうん あだからちょっとここへ来て Hulu がちょっと追っかけてくるみたいな感じだよねそうそうそうまあちょっとちょっと遅れましたみたいな顔してね <laughs> 途中からやってくる JP みたいじゃその大会参加者はって言ったらたったったってあのギラついて感じ走ってくるんやろ <laughs> <laughs> そうそうしかもマネージャーさんと一緒に <laughs> <laughs> ガチの目でね <laughs> そうそうそうなるほど だから順位とか脱落とかが分かるのもそもそも第8話になるのかねじゃあうん多分そうでまあ何な,な,ならもう先に来週の、まあ、火水多分水曜だと思うんだけど、まあ、そこで分かるんだろうねそうだそうだ『デイデイは来週2日間にかけてやるからねそうでやっぱりその昨日の放送『デイデイの本放送で ややっっっぱぱりりチームのさ評価がやっぱりちょっと厳しい結構想像以上に j ェイパックさんの言葉が厳しくて割となんかざわついてる感じやっぱ SNS とかでもそうだしなんか我々のコメント欄でいただくコメントでもそうだしうんうんまあそれはそうなんよねなんかうちら比較的さそのオーディション番組まあ割と見ててでなんかいろんな厳しい場面見てるけどやっぱ結構厳しかったよね今回は。うん、いや厳しかった うん、だって我々も感想で言ったけどパッと見た感じステーそうだねなんかいやもちろんプロの目から見たらねちょっとあるかもしれないけど本当にほらスローで再生しないと分かんないレベルのあれだったじゃえでもなんかまあプロって結局プロが見てもおおってなるぐらいじゃんダメって思ったらまあやっぱデビューのこと考えてさデビューのその先のことも考えたらいろいろあるだろうし。 うん、なんかまあもちろんその j i イパークさんの言ってることもすごいわかるしこう皆さんがこうおっしゃられてるまあうちらも感じてるようなこともまあもちろんなんでやみたいな <laughs>、うん、みんなええやろうがみたいなさ <laughs> なんか <laughs> 誰いやかるけど <laughs> 子供がまだ食ってる途中でしょうがって感じだよねいや,いやそう北の国から <laughs> <laughs> でごめん原作あんまん見たことないんた私 <laughs> 通ってきてない,い<や>北の国から いや、俺だって通ってない、通ってないっていうか、この、このセリフはなんか有名だからなんか知ってたけど。そう、そうそうそう。なんか私もセリフ、大人になってから知ったんで、それ、それ言い出した人がいて、<laughs> 何それってなって、好きだったんだけどね、ね、どうでもよかったね、ごめんごめん。<laughs> つい脱線しちしまった。元ネタのさ、文脈知らんないよ。<laughs> なんか別に。<laughs> <laughs> っていうぐらいね、その、その、田中邦恵の感情が出るぐらいの <laughs>、 やつだったわけじゃんねやっぱり一方で、うんま、確かに私の中の田中邦衛がね暴れてたよね<私>騒いどった<う>、うん。<laughs> でも別に <laughs> ご飯食べてるでしょうがとはまた違うか <laughs> いやそう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 でもなんかさいろんなコメント見てて思ったけどやっぱり2 1の時よりはさなんかそもそも 求めてるものが結構より厳しい感じがして、そのダンスの精度とか、まあ正確さとか、まあもちろん、一もそうなんだけど、なんかより迫力とかさ。なんかなんだろう、う戦ってる感じ <laughs> それ私ちょっと戦いが好きだからさ。うん、<laughs> 何それ <laughs> そうだよね。<laughs> ちょっと語弊ありそうだけど。<laughs> そうだね。なんかすごい語弊あるね。<laughs> うん なんかそう強い感じだからっていうのもあると思うけど男性のコンセプトだったら特にさなんかよりなんか男女の違いって言っていいのかここ昨今のあれででもまあ絶対あるじゃんそういうのって。でより男性の方がなんか求めるものの基準だ特にダンスレベルとかはなんか厳しい感じはするるよねまあなるほど僕ちょっと1年見れてないからあれだけどそのヨジャドルナムジャドルの違いと言ったら確かにそうかもね。 やっぱり最近デビューしてる、ねうん、メンズっていうか男性のグループってやっぱほんとダンスも当たり前みたいなできて当たり前の人たちだからやっぱグループしてるとこってどこもしかもさできて当たり前の上に激しいよねめちゃくちゃ <laughs> 激しい激しい、うん、激しいもうずっとバタバタしとるみたいなずっとジャンプしたりねなんかこう移動も激しいし、うん、なんか動く運動量が結構違うから多分 だからダンスにこう求めるものがやっぱすごい女性よりはなんか力がとかさ、うん、なんかそういうところうんなんか多いよね今回ねそうそう思ったら確かに多いねだからやっぱりそのもちろんね成長とかそういう伸びしろとか短所を克服するっていうところも,もちろんそうだけどやっぱりもうこの段階もデビューメンバーを決める段階になったらもうそこれだけじゃなくてやっぱり本当に純粋に単純にクオリティとかやっぱ揃ってる揃ってないとか、うん そだね。そうだねだってまあだってやっぱデビューした後結局今やってるすごい人たちと同じ舞台に立つわけだから、うん、なんかやっぱ精度が高いあのステージクオリティが高いステージをまあできる人。 なんか常にできる人その村があるとかじゃなくて常にできるような人じゃないとやっぱ生き残っていけないっていうかさやっぱ見劣りしちゃうじゃんね他とどうしてもさ比べたくなくても比べるからみんなうんいやそうだようんそう思ったらやっぱすごいこれが芸能家ってなるわけよ結局 <laughs> そうだねしかもやっぱりねまあ n i z i ツ p r o 2ってことだからやっぱ n i z i の次の ね、男性のグループということで求められてるもののハードルもやっぱもう最初からすっごい高いじゃんきっともう二重が最初あんババンってなってたからあ確かにねなんかあれなんかね二重がさ結構さなんか日本で最初に活動して、まあ、そこから今韓国デビューしてさっていうなんかこう結構日本でじっくり活動して今韓国でグローバル展開どんどんしていくみたいな感じだと思うんだけど今回のさデビュー組二次 2, 2のさデビュー組ってさ、まあ、同じような感じなんかねそれともやっぱ昨今のさ あのアイドルグループの動きが結構すぐグローバルになったりするからなんか割と早い段階で、まあ、韓国デビューとか日本も韓国もみたいな例えば「エンティームとかすごい分かりやすいそんな感じまあデビューしてないけど韓国ではうん同じように活動したいって思った時に、ね、すぐ音楽番組出れるような人とかさなんかそれぐらいじゃないとって思ったりするんかねあーなるほどだから割と早い段階で韓国でも活動させたいっていう方向性みたいなのがあってやっぱそれに。 ねなるためにはっていうところも見とるんかもしれんね視点的にはあーでもそうだねなんか売り出し方がさやっぱ時代がもう違うから20がデビューする時ときとんかその同じようにはしてこんかもしれんねもしかしたらね確かにあの時よりもさらに今もう熾烈な戦いだししかもさらにナムジャだからっていうのでやっぱちょっと変えてくるかもしれんねそうだねだって20の時はさ多分日本だったら JO1 ぐらいしかおらんかった気がするねちょっと記憶ないけど j o ンだわ多分 JO1 だわえないまだデビューしないわうんそうだねだそう思ったらやっぱ全然違うねうん確かに確かにもうライバルめちゃくちゃ多いもんね今ねもうねうんそうだねあとやっぱりどうしても気になるのが脱落のとこだよねそうだねなんかさまあここからはちょっとさなんかいろいろさもしかしたら人によってはざわざわされるかもしれないからさ ちょっとそういうのは苦手な方はちょっとここでねありがとうございますいつも好き <laughs> <laughs> 寂しいですけどななまあ脱落についてもね触れて行こうと思うからまああれなんだけどどうしてもねその予告でもあったからデイデイでもねその脱落のシーンなんか泣いてるさ暗い真っ暗な画面で泣いてる声だけ響き当たる画面とかも見せられとるからうーん,うーんまあそこでもちょっといろんな憶測生んでるよねそうだね え、でもう言っていいなんかさ、一回さ、コメントでいただいてて、その方はさ、全然誰とは言わなかったんだけど、ちょっとお名前出しちゃうとさ、その、泣いてる人かはわからないけど、後ろで、そうだいそうだいって、なんか話しかけてる声聞こえるよね、誰かが。そうだいくんに多分。いや、そうなん、そうなん。でも泣いてるのがそうだいくんかわからないし、そうそうそう、泣いてる方の後ろで話されてるみたいな感じかもしれないからわかんないけど、そうだいそうだいっていうフレーズがもう <laughs>、 えーってなったよね。<laughs> いや、違う。これは違うやつやってなったよね。ねえ、そうなん。なんかさ、俺、デイデイさ、録画してて、まあ、その、まだ消してなかったから、そう、見返したら、やっぱなんかちょっと耳澄ました。やっぱそんな音聞こえてきたんだよ。え、野々村議員ぐらい耳そばした。こうやって、いや、そうした。こうやって <laughs> 耳う <laughs> んってなった。<ん>大泣きした。そ,<う>その後、みたいな。<laughs> ね、野々村議員の話わかるからね、皆さん。 <laughs> いや俺だって今なんかうんって一瞬考えたんだから <laughs> もういろんなとこからネタ持ってくるから <laughs> いやそうなんだからなんかちょっと気になるよねまあ違うといいんだけどでもあれかねやっぱりさ純粋にキューブのさ獲得数とかで見てたらやっぱり油断できないっていうかやっぱり多分本人も絶対もしかしたら最後かもしれないっていう気持ちで多分やると思うんだけど。 ミラックンとタイガ君と大我君ここがねどうなるかだねなんかすごいいいステージ見せてめっちゃ残る可能性も全然あるし、うん、確かミラック君えもう話していいミラック君さ今回でも褒められとったねうんいやそうなんそうなんそう思ったらなんかまだチャンスあるんかねでもなんかすごい改善したであって感動したとかではなかったからそこはちょっと評価はなんかどっちにもいけそうな気がするもらえそうな気もするしもしかしたらっていう気もするしみたいなそうだね なんかそのミラック君は踊るとき体が固まることを指摘してきたけどそこを直してきたみたいな、まあ、そこをまあ評価されてた部分だけどうん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 そこをどう転ぶかだねそうだねあとはまだ見れてない方で言ったらやっぱタイガ君あとソウダイ君ももしかしたらちょっとわからんなって感じじゃん いやそうだねだからさっき名前上がったけど壮大君そう結局我々ステージまだ見れてないからさ何とも言えないとこだよね。うん、いやそうだねだから違うといいなっていうところと、まあ、大河君もこうどうなるかだねなんか前回もすごい頑張ったけど、うん、やっぱ順位どうしてもね下の方だったしもうあれかねやっぱ次もしかしていいステージなんかね <laughs> そしてさ。うん キューブ you って感じだよね多分 <laughs> <laughs> それエイジ君のパートだから <laughs> <laughs> さっきちょっとちらっと見たから <laughs> エイジのその曲見たからだし <laughs> いやでもさその『デイデイで言ったら予告でさやっぱその脱落者がみたいなところで 結構なんかトモヤが泣いてるトモくんが泣いてるところがすごい印象的だったんよ、うん、いやでもトモくん誰でもちゃんと泣いてくれそうな気がせんいやまあそ,それもそうなの <laughs> それもそうなんだけどだか自分が携わったチームのメンバーなんかなって気がどうしてもしちゃっていやわかる、うん、だからまあこんな予想はどうかと思うけどやっぱそ,それかあとはやっぱ JYP 練習生だと思うどっちかだと思うあそうそうそっちの側面もあるねうん、うん、ええー な、えー、なんかちょっっと嫌になってきた、ね、<laughs> そうえでもそしたら結構な人携わったもんねチームメイトだったもそうだし <laughs> デアピン練習生だとしてもそうだけど結構なボスになるんよそしたらもうそうだよ <laughs> エイジ智也のケミだって私は忘れてないんだからねいや <laughs> <ジ>それはそうそうだよなんかあの日本合宿のさ銅ビラだった頃懐かしいよね平和だったあの頃 <laughs> いやもっとケミ見せてくれるんかと思ったら全然なかったよねこのその後確かにその後そうだね えだからもうデビューしてからの楽しみなんですよ、こういうの。いや、そうだね、高巻みたい、最初の方見せられて、全然なくて、ね、<laughs> デビューしてもあんまなくてみたいな、<laughs> たまにあるがでは行くみたいな、<laughs> あの時の脇ね、なんかそ<う>、ね、特別だったね、あの時だけだったね、本当に、こう、うキュッとしたやつがや。そうそうそう、だから、確かに、えジじともやって忘れてないし、うん,うん、まあ。あと、泣いてる顔で言ったら、ゆうくんとか。 町の冷めた目で笑いかけてる魂をおされたやつ涙を流す痛みはあるのかい <laughs> 前回の続きソリマチ福祉入るからね一回 <laughs> ちょっといいですちょっと音源聞いてね練習する時間あるから <laughs> <laughs> 謎すぎるね <laughs> マジで。 いいいやでもいいじゃん次サビ入るじゃんやった <laughs> <laughs> 以上でね今回は「ニジプロ2パート2」第7話の感想延長戦についてね、まあ、話してったんだけどまだ全部のステージ終わってないのにもうざわざわが止まらんちゃう <laughs> ねえ来週もっとザワザワするんじゃないやっぱりってことは、うん、もう今回でこうならもう脱落あったらもうね脱落ってだけでみんなザワザワするからさやっぱりねえなんかその ここまでそのずっと韓国合宿さ12人でやってきたからねなんかもうこのままファイナルまで行ってくれっていう希望もあったのにやっぱり結局脱落が入ってくるっていうそこだからさなんかこの12人がなんかもう崩れちゃうみたいなのもあってすごいなんかうーんってなるねうん、うん、うそうだねでもさファイナルって確か最後2チームに分かれてパフォーマンス披露するんね。 うん、まあも全然調整できると思うけどなんか人数合わせてきそうな気がせんそうなんそれなんか思った噂ではなんか前回は66だったんだよね確かちょっとあんま記憶ないけどうん、うん、そうそうだからさもし56とかになるとさバランスねちょっとで、ね、まあそれでも別にいいのかもしれないけどなんかそれてくるんだったらえ二2人脱落とか思っちゃったりねいやーそうなんよねなんかここに来て何人かはちょっとありえると思う少しうんね、うん だから1人だと思っとった方とか急に2人とかもしなったらねなったら本当倒れるよね <laughs> びっくりしてうん倒れる倒れるだから今後も見逃せないねそうだね来週がねえま,、うん、まずはまずは Hulu でどうなるか見てなんか新しい情報あとは実況2時プロですごいさ最新情報あるかもしれんからまたうんいやそうそうそういろいろねなんかいろんなところを見てなん,かなんか理解できるみたいなとかあるしね そう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 。うん、なんそれ。あれどうしても俺はさフットサルの結果も気になっとくから。わ <laughs> <laughs> かる。で蹴ったところで終わったもんね。そ <laughs> う <laughs> そう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 。ゆうくん挽回できてるかなみたいなこうジェイパックさんのさほらなんか <laughs> <laughs> え。え私はご飯食べれたかなって気持ちがじゃその後ちゃんと。<laughs> <laughs> 冷めとったもんねんピザピザ冷めとったもんね <laughs> ピザはもう出来立てが一番美味しいにさなんで冷めとるんってなるから、うん、チー硬くなってしまうもんねいやそう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 だからさ次のニンジプロ2の放送が楽しみだよねそうだね <laughs>